こんにちは、ハグロノートの加藤です。今回はオンライン語学堂とオフライン語学堂、実際に韓国に留学する語学堂の違いをご紹介したいと思います。このコロナの状況なので韓国に今留学には来てるんですけど、実際に語学堂に全部オフライン学校に通ったっていうわけではないので、ちゃんとした比較にはならないんですけど、イファヨデ発狂っていう大学で通って、留学はソウルシリプテ発狂っていうソウルの私立大学の大学で通って、違う学校を1級と2級で通ってるので、その比較もできて面白いかなと思ったんで、皆さんご紹介したいと思います。まずどこから比較しましょうかね。一番僕がやっぱり違うなと思ったのが先生がすごくね、これはまた比較も難しいんですけど、もう一級イファヨデ発狂の先生がめちゃくちゃ良かったんですよ、本当に。動画でも一回ねご紹介したんですけど、韓国に来たら一緒に食事も行ったりしたぐらいすごくフレンドリーな先生で、めちゃくちゃいい先生だったんですよ、本当に。もう韓国語がどんどん楽しくなるような先生で、うわめちゃくちゃいい先生、また授業受けたいって本当に思う先生でしたね。で、その先生がいたんで、よりこの2級に通って新しい先生比較しちゃいけないと思うんですけど、比較するとね、どんどん韓国語が嫌いになるようないやもう本当難しいんです、もう説明もねよく分かんなかったりねしたりして、前の先生が本当良すぎました、マジで。ただイファヨデ発狂で1級を一緒に受けた方がそのまま2級にオンライン授業で受けてて、でそっちの話も聞いたりしてるんですね。同じ学校なんでそういう先生が集まってるのかなと思いきや、2級に上がったら先生が変わって僕と同じ経験をしてるそうですなので、学校の違いっていうことよりも、もう教える先生によってすごく変わるなっていうのはすごく実感しました、本当に。もちろん1級レベルと2級レベルでもうレベルが違うので、やることとかも変わってきて厳しくはなっていくとは思うんですけど、やっぱり韓国を楽しいって思わせてくれるっていう先生はやっぱりその最初の1級の先生がすごくあったなっていう思いましたね。やっぱり2級に上がって2級の先生、僕は2人いたんですけど、2人ともそんなに変わらない感じで、ただそうですねちょっとね愚痴を言い出すと止まらなくなりそうなんでオンライン授業の先生の態度とオフライン授業の先生の態度がちょっと変わるんですよね。やっぱり先生自体がオフライン授業に慣れてないんじゃないかなと思うんですよね。どういうふうに進めていいか、みんながちゃんと授業を理解してるのか、やっぱ先生もオフライン授業をメインにやってきたと思うんで、やっぱり直接会ってこういうふうにコミュニケーションを取りながら授業を進めるっていう形が多分得意なんですよ。で急に、このような状況になってオフライン授業をやりなさいって先生も言われて、先生自体が悩んで模索してる感じがしますね。なのでちょっといまいちっていうところもあったりで、オフライン授業になると、先生すごい明るいなみたいななんかね、オフライン授業の方が先生がこうちゃんと生徒の目を見て話して授業を進めてくれる感じがして、めちゃくちゃオフラインの方が僕は良かったですね、すごく。なんで学校の違いはもちろん多少あるとは思うんですけど、先生によってやっぱり韓国語を学ぶっていうことに関してはすごく変わってくるかなって思います。なんでいいんですねこの学校に通ったからいいっていうことよりも、自分に合ったいい先生と巡り合えばすごくいい語学堂なのかなって思います。はい。で授業の進め方の違いはほとんど変わらなかったですね。もう同じような形で、大体1日の授業4時間あるんですけど、4時間のうちに新しい文法を2つぐらい覚えて、新しい単語を10個とか、15個20個ぐらいあるかな、覚えたりとかっていう感じですね。ただそのやっぱり2級のソウルシリプテ発狂の先生の方はですね、やっぱりみんなある程度できるので結構はしょるんですよ。いやもうここみんな分かってるよね、ここ新しい文法だけど簡単だよみたいな形でどんどん言っていくんですけど、いや分かってない人もいますから分かってない人もいるんですけどみたいなちょっとそこを理解してほしいなって。先生ね、やっぱりみんなのレベルに合わせてやっぱ授業も進めていくんで、みんながそれなりにできる分授業のレベルもちょっとどんどん上がってね、どんどんはしょったりもして、で先生が質問あるって聞くんですけど、正直まだまだ質問ができないんですよね。わからないことがわからない状況なのでまだまだ
なのでパッと質問が出ないんですよ。なんでちょっと家で帰って復習して、あ、こここうなのかなっていう感じでちょっと先生に質問したりするってことはあったんですけど、いや本当に授業の進め方は結構、なんかその違いはありましたね。一級の時はやっぱりみんなに合わせて、あの分からない子に合わせてすごく先生がバーって説明してくれてたんですけど、すごくいい先生だったんで。で2級に上がったらもうみんなある程度できるでしょ、はいはい、こここうだよ、はい、はい、みんな分かってるね、はいはいはい、次みたいな、おおって感じで早いっていう。なんで、まあ、授業の進め方の違いはそんななかったんですけど、そのやっぱりどこを深く掘り下げていくかっていう違いはすごくあって、1級の方は下のことに合わせて、2級の方はもうみんな分かってるでしょうっていう、なんか大前提の上でこう授業を進めていくっていうような形ですね。なのでそっちを進めていっちゃうね、分かんない子はここが分かってないのにここの説明されるんで、うん、ついていけないみたいな形になっちゃう方はいるのかなっていうふうに思ったりしましたね。で次教科書なんですけど、イファヨデ八教はもうイファヨデ八教 の語学堂の教科書があるので、もうそれを使って、しかも英語、中国語、あと日本語版もある。めちゃくちゃ、助かりますよね。日本語のちゃんと解説が書いてある教科書をちゃんと作ってくれてるんですけど、ソウルシップテ発教は独自の教科書がないです、no. なのでこちらソウル大学の教科書使ってました。まあ、ソウル大学の語学堂に通う方と同じ教科書っていうことですね、はい、でしかも これ英語版しかないんですよ。イングリッシュバージョン、日本語の解説のある教科書がないんですよ。なんで、いや英語の解説だったって俺英語できねえしって思って分かんないよ、ちょっとって正直僕は日本語の解説のあったイファヨデ八教の教科書の方がすごく良かったですね。なんで他の学校も事前にそこは多分調べれると思うんで、調べた方がいいかもしれないですね。ヨンセとかソガンで有名な語学堂はもう全然日本語の教科書あるんですけど、他の学校もちゃんと事前にどんな教科書を使うのかっていうのを調べて、日本語があるところがやっぱり僕はいいなって思いました。まあでも実際英語バージョンで授業を進めてっても、まあなんとかギリギリついていけたりはしたので、まあまあまあっていう感じで、はい、で次生徒の違いをちょっとご紹介したいと思うんですけど、正直生徒の違いは全然ないですよ。全くないです。めちゃくちゃ僕は本当いい人たちに恵まれたのか、一級で一緒に授業を受けた方と今でもオンラインで定期的に会ったりして、あの今どうなのっていうか、どんな状況なのってすごく仲良くさせてもらってるんですね。で2級に上がってソウルシップテ発教の生徒たちも本当いい人たちばっかりで、みんなでご飯に食べに行ったりして、もう本当にすごく楽しい、なんか本当に学生気分に戻れる感じで、すごく楽しいです。で唯一違いがあるところがあって、まあ、これはちょっと話してて、あ、そうなのかなって思ったんですけど、他の大学の語学堂は中国人が多いってよく言われるんですね。中国の方がよく来て、あの語学堂に通ってるっていうのを僕もすごく聞いてたんですけど、正直ソウルシップテ発教は中国人いなかったです。 僕が見る限りほとんどいなかったです。その理由がですね、ソウルシップテ発教は学費が安いから中国人来ないんじゃないかっていうふうに友達が言っててあ、なんかちょっと納得しちゃいましたね。あ、そっかそっかみたいな。中国の方お金持ってるんでみんな高い授業料の高いいいね語学堂に通うんですよで授業料の安い大学なので、ソウルシップテ発教は授業料の安いソウルシップテ発教の語学堂には中国人お金持ちの方は来ないという、あ、新しい発見だなと思って、はい、いやなんかその違いがあって面白いなって思いました。あとはやっぱりオンラインオフラインっていう違いですかね。ただ正直ソウルシップテ発教に通っててもオンライン授業が多かったので、まあそこの違いはほとんどないんですけど、やっぱりオフライン授業を実際に受けてみて、オフラインの方が絶対いいですねマジで絶対にいいです。やっぱり休憩時間っていうところもまず違いがありますよね。オンライン授業で休憩時間だと、まあ、休憩してくださいって言って画面をオフにして友達とも会話あんまりできなかったりするんですけど、オフライン授業だとその、まあ、クラス教室の中にみんないるじゃないですか。なのでみんなでこうちょっと喋ったり、いろんなコミュニケーションがその休憩時間にもできるので、やっぱりオフライン授業の方がやっぱりみんなと仲良くなれるんですごくいいです。その違いはめちゃくちゃありますね。ただこれは困ったのが、オフライン授業だと
翻訳機が使えない。オンライン授業だと、もう画面をこう見てるんですけど、分かんないことがあったらすぐに翻訳機使ってバーって調べて、ああこういうこと言ったな今って理解できるんですけど、授業中ちょっとそれ翻訳機使えないので、携帯触れないので、先生が言ったことをすぐに、あやべ分かんないって言って、とりあえずメモして後で調べなきゃいけないっていう、これどっちがいいんですかね。僕もちょっとよく分かんないんですけど、実際分かんないことは後から調べた方がいいのかな。でもそのまま理解できないまま授業進んじゃうんでね、どっちがいいっていうのはちょっと、なんか言い難いですけど、僕は翻訳機があった方がありがたかったですかね。分かんないまま進めてもらうよりも、あ今こういうこと言ってこうしてるんだっていうのはね、理解しながら喋った方がいいかなって思います、はい、あとやっぱり、まあ、全然違うのは生活ですよね。オンライン授業、日本で受けてたオンライン授業はやっぱり日本の生活のままなんですけど、やっぱり留学に来てるので、まあ、韓国の生活実際に体験しながら韓国語を学べるので、もうその違いはめちゃくちゃ大きいですよね。実際に韓国に来て、僕も全然知らなかった韓国人の友達が今できてね、いろいろたくさん経験させていただいたりもしてるんで、やっぱり留学の方が韓国語に触れる機会は多いかなと。ただ韓国にいたって、本当韓国語にこう没頭できる、没頭する環境に自分でしないとできないので、あの日本人の友達とねつるんじゃえば日本語だけで会話して、もうそういう環境できちゃうし、で家に帰ったも日本語のね YouTube とか日本語だけに触れてたら、せっかく韓国にいるのに韓国語の環境になれなかったりするので、まあ、実際僕がそうなんですよ。まあ、昔もねワーホリで来てて韓国にいるのに、まあ、韓国語の環境にできなかったんですよね。自分がもう日本語だけで完結しちゃう環境にしちゃってたんで、自分が今回も今韓国に来て、まあ、ちょっとずつですけど、ちょっと韓国語だけの環境にできるようにちょっと頑張ってるところですね。まだまだですけど、どうしてもやっぱり日本語の方がね理解が早いんで、そっちでニュース見ちゃったりね、疲れちゃうんですよ。本当に疲れちゃうんでね、難しいんですけど、っていうような形でオンラインとオフライン授業の違いですかね。なんかもっと他にこんな違いありますかっていうのをコメント欄にいただければ、またご紹介したいと思います。じゃあ、今日も見ていただきありがとうございました。ハングルノート加藤でした。よかったらまた次の動画もご覧ください。そしてチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いいたします。じゃあね。